まさか平凡飛球を外野手が 7M ヘディング矢印見事柵越えの衝撃球が誕生。今年開催された WBC ではイスラエル代表として出場したザック・ホレンスタイン。写真ゲッティイメージズ。拡大写真。7月31日のトレード期限に向けてレンジャーズのダルビッシュ有投手の去就問題に大きな注目が集まっている。エースサワン・カーショーが長期離脱するドジャースが獲得に乗り出していると報じられる中、そのトレード要因として期待されている21歳の新鋭が衝撃のホームランを放ち話題になっている。トレードが実現した場合、交換要因の中心になると見られるのはドジャース傘下三栄オクラホマシティに所属するアレックス・ベルドゥーゴ外野手。2014年ドラフトで2巡目で指名されたプロスペクトだ。今年は3月の WBC でメキシコ代表に選出され、マイナーの救援オールスター、ブーチャーズゲームにも選出されている。次世代のスターとして期待を集める逸材が爆笑必至の一撃を放ったのは25日、日本時間26日、本拠地で行われたダイヤモンドバックス傘下三栄リノ戦のことだった。8回裏1死1二塁で打席を迎えたベルドゥーゴは初球をフルスイング。高々と打ち上がった第1球を右翼ザック・ホレンスタインが必死に追いかけた。が捕球しようとグラブを高く突き上げたがキャッチできず、それどころか打球は見事に頭を直撃し、大きくバウンドして5メートル以上離れた右翼フェンスを越えてブルペン内に着地した。まるでサッカーのヘディングによるスーパーゴール。衝撃、いや衝撃の3ランホームランが生まれた。110メートルはバット、7メートルは頭。今季最大級の珍プレー誕生にヤフースポーツの名物コラムニストジェフ・バス3記者は早速反応。ドジャースのプロスペクトアレックス・ベルドゥーゴが今夜三栄で385フィート約117メートルのホームランを放つ。360フィート約110メートルはバットによるもの、25フィート約7メートルはザック・ホレンスタインの頭によるもの。なんて完成後だとツイッターで高速報した。この衝撃プレーでかつて MLB で活躍したホセ・カンセコ元外野手の伝説の珍プレーをバス3記者は思い出したようだ。カンセコは1993年5月26日のインディアンス戦で打球を見失いフェンスサイドで頭を直撃。その跳ね返りがフェンスを越える本塁打をアシストしていた。カンセコの場合はフェンスに激突する直前のシーンだったが、ホレンスタインはフェンスまで7メートルとかなりの長距離。本来なら平凡な外野フライに終わるはずの打球を三段にしてしまった今回の珍プレーは衝撃も衝撃の度合いも本家カンセコをはるかに上回った。バス3氏のツイートのコメント欄でファンが大盛り上がり。カンセコはこの男に贈り物を贈らないといけないね。カンセコよりも笑える。カンセコよりも難易度はかなり高いだろう。ホセよりもはるかに飛距離を出している。これぞカンセコだ。
衝撃のホームランは球史に残る名場面を生み出したようだ。